森下智です。台湾に住んで20年の日本人がその間台湾独特の面白い文化を発見しました。台湾人が食事をするときに絶対にテーブルにあふれるほどのたくさんの料理を準備しないと満足しないって知ってました？高級寿司食べ放題。店主のエビ、オーストラリア和牛、熊本の牡蠣。エビがプリプリで口の中にエビの甘さがうわーっと広がります。盛りだくさんの6倍カレー。 2.4 キロ重量級カレーに挑戦したいと思います。ゆらゆらそうですね。だん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 重くなってくるんですけど。え、もうすぐ 4.5 キロもあるんですけど。関東にあふれんばかりのシーフードの盛り合わせ、痛風になっても後悔しません。ちょっとこれ本当にプリ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 して、本当に口の中にいつまでもいつまでもその感触が残ってますね。すごい身も甘いし、本当にこれエビなのかなっていう、そういう歯ごたえが、ちょっと本当に肉っていう感じの歯ごたえがあります。今日は僕と一緒に絶対台湾で見つけに行きましょう。日本の飲食文化といってまず思い浮かぶのが日本国民の愛するグルメ、お寿司。お寿司が日本人にとってどれだけ重要か皆さんご存知ですか？入学式、卒業式、誕生日など記念ごとには必ず登場する料理です。聞いたところによると台湾でも日本のように繊細で美味しいお寿司が食べられるそうです。果たして日本人の口に合うのでしょうか？しかも食べ放題ですよ。それでは早速行ってみましょう。じゃあまずお客さんに話を聞いてみましょう。ここにはよく来られますか？よく来るよ。1、2週間に1回ぐらい。ここのどうですか？味は美味しいですか？美味しいよ。値段も手頃だしね。ここは握り寿司の食べ放題もあって大好きだよ。食べ放題って聞いたんですけども、すごい、どのぐらいの量食べますか？一人でだいたい50から60貫ぐらい。回数できてるようですね。僕も待ちきれない、早く食べたいです。こんにちは、今日はよろしくお願いします。なんで食べ放題を始めたんですか？第一に独創性、第二はお寿司の文化です。変わった食材を良い品質と手頃な値段で提供したいと思いました。じゃあそのお寿司はどれぐらい修行されたんですか？20年ぐらいです。あ、20何年も。聞いたところによると日本人の師匠と台湾人の師匠がいるらしいんですけども、その2人のなんか教え方には違いがありますか？日本人の師匠と台湾人の師匠には大きな違いがあります。私はそれを組み合わせ自分なりに工夫しました。よかったら寿司飯の混ぜ方から教えましょう。お米も少し特別と聞いたんですけども、どういうところが特別なんですか？実は台湾の寿司飯は普通1種類の米ですが、うちでは3種類の米を混ぜ合わせています。いろんな効果があるからです。3種類の米を紹介しましょう。まずコシヒカリ、これが東高米、これが台高9号です。それぞれに特性があります。コシヒカリは硬く小さくしっとりとしています。東高米はふっくらとして歯ごたえがあります。台高9号は程よく3種類の米を混ぜ合わせることで適度に硬く柔らかくしっとりします。この3つを合わせることで何かすごいお客さんにとってもいいことってのがあるんですか？握りの食べ放題ですと20個も食べると飽きがきて噛むのがきつくなります。そこでお客様の口当たりをほぐしゆっくりとまろやかにするため3種類の米を混ぜ合わせたところ、今の味わいが生まれました。そしたらこの 3種をミックスすることですごいたくさん食べれるってことですよね？そう、基本的にそういうことです。じゃあ早速僕も食べてみたいんですけども、その前に寿司飯を作らなきゃいけないんですよね。では寿司飯の混ぜ方から始めましょう。寿司飯を混ぜる上で大切なのはスピードです。寿司飯をおろしたら
酢を素早く均等に混ぜていく。いつもは2回混ぜます。混ぜていく過程で寿司飯の硬さや飯粒の大きさを崩さないこと。だから手際よく混ぜていきます。こうなったら15分ほど冷まし、今度はひっくり返します。30分経ったら出来上がり。まだ温かいうちに寿司飯を揚げておきます。じゃあ僕もやってみてもいいですか？いいですよ、やってごらんなさい。じゃあこれ後でこのひっくり返すっていうことは、あの酢の味を平均的にさせるっていうことですか？そうです。2つの目的があります。1つは温度を中和し、上の部分と下の部分を同じ温度にすること。もう1つは酢を飯粒にムラなく吸収させることです。1つの寿司飯を作るにもこんだけやることがあったり時間がかかったりする。すごい特別な感触になりそうですね。すごい早く食べたいです。はい、まだダメです。もう少し待ちましょう。温度が高すぎます。20分ほど待てばいいでしょう。握り寿司にのせる刺身は冷たいので、寿司飯が熱いと魚も熱くなります。だからもう少し待ちましょう。今かとお寿司を待っているところなんですけども、その前にこの食べ放題のセット、サラダ、焼き魚、味噌汁などついてこれが全部食べ放題に含まれているんです。それにこの前に並んだ新鮮な食材、もう本当に見るからに新鮮で、もう本当によだれが出そうなんですけども、この素材はすごいどこから来てるんですか？うちの食材は毎日各地の漁港から直送されてきます。毎日新鮮な食材が届きます。この他3つの特別な寿司も用意しています。私が握りましょう。うわ、これは、食べ放題に含まれている、特別な素材で1人1つ選べるそうです。では3つの特別な食材を紹介しましょう。まずこれが天使のエビ、オーストラリア和牛、熊本の牡蠣です。じゃあこの3種類の、特殊な素材の他にも早速食べ放題のお寿司頼んでみたいと思います。すごい中にもいろんな種類があって、例えば縁側、ヒラメですね、あとはイクラ、しかもウニまでありますよ。お願いします、はい、じゃあ先に特別な素材からいただきます。すごいエビがプリプリで、口の中にエビの甘さがわーっと広がります。じゃあ続いて和牛いただきます。あー、これ本当にちょっと炙っただけなのに全然肉の臭みがなくって、本当に新鮮な噛み応えと本当に口の中で広がるこの牛肉の甘さ、すごい美味しいです。本当にね、これ本当に1人1種類しか食べられないのがすごい残念ですけども、本当に今日来てよかった。じゃあ最後の生ガキ、これもいただきます。これもね、カキも全然臭みはなくて、さっきオーナーが言っていたその毎日新鮮な素材が届くっていうのが本当にこれだけでわかります。どうもお待ちどうさま。食べ放題だからってちょっと頼みすぎちゃったかもしれないですよね。いや、こんなに種類頼んだかな。オーナーすいません、このお寿司は何ですか？ルッコラ寿司です。ルッコラはよくサラダに使いますが、私自身ルッコラが大好きなので寿司に使えないかと思い、ルッコラの握りを作ってみました。あ、僕もすごいルッコラ好きなんですよ。ちょっとだけ辛い味がして美味しいですよね。じゃあいただきます。このルッコラのシャキシャキとした歯ごたえとちょっと口に広がる辛み、すごい絶妙で寿司にも合います。それからさっき話していた新鮮な食材のウニ、これもいただきます。
新鮮な食材だと全然臭みとかもなく、本当に口の中に入ってきますね。これ多分本当に60個食べるっていうのも本当に絶対あり得ると思います。こんなに新鮮な食材が揃っていて、こんなに量もあって、しかも食べ放題、それで800元、まあ、日本円で言ったら多分2500円ぐらいなのかな。すごいコストパフォーマンスもあって、まあ、毎日毎日昼も夜も忙しく、多分ね、オーナーも本当に休む暇もなくずっとずっと握り続けてるんだと思いますけども、じゃあ僕もこの美味しいお寿司ゆっくりと味わいたいと思います。それでは。日本の飲食文化の一つ、江戸時代より始まる饗食文化。これだけ聞くと饗食文化って何かと思うかもしれませんけども、まあ、この中で最も有名なのが大食いバトル。テレビ番組にもなってロシアン、佐藤、萌えやすなど有名人を輩出してきました。聞くところによると台湾にもこの大食い文化が入ってきたそうです。今日は僕もここで 2.4 キロ重量級カレーに挑戦したいと思います。だん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 重くなってくるんですけど、まだこの他にも何かあるんですよね。はい、そうなんです。忘れていけないのは秘伝の台湾そぼろになります。あ、それと、はい、あとネギとニンニク、あとチキンタツとベーコンと、あと焼肉になります。そんなに乗るんですか。今日は僕もここで 2.4 キロ重量級カレーに挑戦したいと思います。見てください、こんなに挑戦して食べ終わった方々がいますね。もう男性一番早いの5分、女性でも8分、まあ男性女性結構いるんですけども、一体どんな胃袋をしているんでしょうか。今日は僕も頑張ります。まず注文するんですけども、これ台湾でもまだ数が少ない、券売機ですね。ここに全てのメニューが書いてあるので、ここ今日はこのヘビー級、超ヘビー級カレーライスに挑戦したいと思います。これ挑戦に失敗したら、お金を払うって書いてあるんですけども、これはどういったことなんでしょうか。ここにもしちょっとわからないことがあったら太鼓を3回叩いてくださいって書いてあるので、ちょっと叩いてみます。いらっしゃいませ、お手伝いいたします。え、日本の方ですか。はい、そうなんです。 ありがとうございます。ちょっと超ヘビー級カレーに挑戦したいんですけども、チケットは買えないんですけど、どうしたらいいですか。こちらは1日限定5食となっておりまして、はい、事前にご予約いただいてるんです。あ、そうなんですか。今日じゃあダメですか。いや、ただ友さんは私と同じ日本人なので、はい、特別に本日は挑戦できます、はい、わ、ラッキー。ただし友さんにご自身でスーパービッグカレーを作っていただきます。僕自分で作るんですか。はい、でもそれも結構面白いかもしれない。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ行ってみよう。それでは早速作り方を教えてもらいたいんですけども、 2.4 キロの重量級カレーってどのぐらいの量か全然見当がつかないんですけども、はいはい、普通の量っていうのはどのぐらいなんですか。このサイズになってます。あ、はい、じゃあ三上カレーと同じサイズになってます。はい、全然問題なさそうですよね。はい、ただスーパービッグカレーはこちらのサイズになってます。こんなに大きいんですか。はい、これ顔と比べても全然サイズが分かる。僕も顔小さい方なんですけど、もう全然隠れるぐらい。
これに、じゃあどのまずご飯を盛るんですよね。はい、そうです。大体こちらの普通のカレーの6倍のご飯を入れてますね。6倍6倍です。6倍ってどのぐらいの量あるんですか、重さでいうと。1300g のご飯を。 1300g、 はい、1.3kg ですよね。 1.3kg です。多分僕の2日分ぐらいのご飯の量だと思うんですけど。でこちらにこちらからご飯をまず 1000g を入れていただきます。 1000g、 はい、いっぱいになっちゃうので一生懸命押してください。あ、はい。これぎゅうぎゅう詰めにしたら1キロあるんですか。そうそう、ぎゅうぎゅう詰めにして1キロで、それからまた600g かかって、まだ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 多分これぐらいで。もうちょっと、頭ちょっと。はい、はい、そうですね。はい、で、たっぷり、はい、もっとぎゅうぎゅうだと崩れちゃうので。あ、そうなんですね。じゃあ綺麗に作るためにはやっぱりぎゅうぎゅう詰めにしないと。はい、そうなんです。はい、はい、真ん中の方に行きます。はい、あ、はい、それからまた 600g。 はい、600g 乗せます。じゃあこれもその上に押さえつけて大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、これ大丈夫ですか。はい、そうなんですけども、はい、それからまたこちらの下持ちで形を整えていきます。あ、はい、わかりました。これも押さえるようにして。はい、押さえるように、富士山のように高く。あ、はい、お願いします。わかりました。本当にこのご飯だけで見てるだけでもお腹いっぱいに。そうですね。食べたことありますか。いやー、ちょっと私はチャレンジできないですね。今度ぜひしてみてください。わかりました。もうちょっとこの辺も、この辺も、はい、と、はい、はい、ご飯の盛り付けが終わりました。じゃあ今度はどうしたらいいですか。はい、今度はカレーのソースをかけてもらいます。あ、はい、はい、カレーは2種類ありまして、はい、1つが辛いカレーと、もう1つが辛くないカレーになってます。そうなんですね。はい、中辛と甘口ですね。じゃあ味見させていただいてもいいですか。はい、もちろん。こちらが甘口のカレーになります。甘口。はい、私が青森県出身なので、はい、カレーにリンゴを入れて育ってきました。はい、祖父母がリンゴ農園をやってるんです。あ、そうなんですか。はい、へえ、すごい。台湾の方にも私の家のカレーを食べていただきたいと思い、うん、甘口のカレーを新たに作りました。あ、本当に甘い。はい、ちょっと辛い中にもすごい甘さが引き立つ。はい、へえ、美味しいですね。なんか本当にこれだったら2.4kg いけますね。え、じゃあもう一つは辛いカレーになります。はい、もう一つは中辛のカレーになります。ここでのカレーは中に人参、あとニンニク、あと生姜を入れて、たくさんの香辛料を入れて数時間煮込んでやっと出来上がるんです。もう全部みんなすりつぶしてっていうか。そうですね、すりつぶして。なんかすごい今まで食べたことない感じですね。すごいなんか香辛料は効いているんですけども、はい、やっぱちょっとピリ辛で、はい、でもこれも結構ご飯進みそうな味ですよね。はい、じゃあこの辛いカレーと甘いカレーをミックスすることもできるんですか。そうです、ミックスすることもできます。だったらカレーですけど味の変化が楽しめて、はい、じゃあ本当にいけるかもしれない。いけるかもしれない、うん、頑張ってください。はい、頑張ります。じゃあカレーをかけていきます。
ルーはどのぐらいかけるんですか？大体2つ半から3つになります。ゆらゆらさんすごい、だんだん重くなってくるんですけど、まだこの他にも何かあるんですよね、はい、そうなんです。忘れていけないのは秘伝の豆板そぼろになります。あそれと、それと、はい、あとネギとニンニク、はい、あとチキンカツとベーコンと、あと焼肉になります。そんなに乗るんですか？はい、わかりました。じゃあ教えてください。はい、教えていくのはこの秘伝の台湾そぼろ。ああ、はい、すごい、もう開けた途端にすごいいい香りがしますね。じゃあちょっとそぼろもどうぞ。始めさせていただきます。ん？これはちょっとしょっぱめの味付けですね、ですね、はい、なんか味のアクセントになっていいかもしれない、はい、じゃあこれそぼろを乗っけて卵を黄身を乗っけたら、はい、最後の組み合わせ、はい、チキンカツとベーコンと、はい、これ、はい、飲んでもらって次にちょっとでも大丈夫ですか？どのぐらいっていうかわからない。はい、はい、じゃあ ここでいいですか？はい、これ大丈夫です。これで完成ですか？はい、完成です。じゃあこれ本当に胃の中に入るんですか？そうなんです、入りますじゃあ重さを測ってみてもいいですか？はい、はい、え、ベーコンもすごい厚切りなんで、すごい噛み応えもあって、もう本当に肉肉っていう味で美味しいです。あとこの揚げたてのチキンカツ、うん、すごいサクサクしてて中も柔らかくて、うん、どんどん多分ね食べきれると思う。4.5 キロもあるんですけど、これはお皿の大きさ、ボルトも入ってるので、あ、カレーは 2.4 キロです。あ、ちょっと安心したんですけどもやっぱり多いですよね。そうですね、頑張ります。頑張ってください。これから 2.4 キロのメガカレーに挑戦するんですけど、ちょっと緊張かな、食べれるかすごい心配、でも頑張るしかない、頑張ります。特別な掛け声があるので始めますね。はい、はい、皆さんこちらをご覧ください。この素敵な男性が 2.4kg 6人分のスーパービッグカレー完食に挑戦します。20分以内に完食できたら無料ですが、完食できなかったら500元いただきます。では応援しましょう。いいですか？はい、チャレンジいきますよ。はい、いただきます。おいしい、おいしい本当にこの辛いカレーってなんか本当に食が進むような、チキンカツカレーも美味しいので、卵と一緒に混ぜて食べてください。あ、はい、わかりました。あ、そうですね、ちょっとこれ卵を混ぜるとちょっとまろやかになって、また味が変わっていいですよね。はい、このベーコンもすごい厚切りなんで、すごい噛み応えもあって、もう本当に肉って味で美味しいです。この焼肉、あとこの揚げたてのチキンカツ、
ごいサクサクしてて中も柔らかくて、うん、どん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 多分ね食べきれると思う。さっき自分でご飯を詰めてて今日詰めすぎてちょっと今後悔ちょっとねお腹いっぱいになってきちゃったちょっと待ってください。はい、時間も忘れてます。もう7、8分でこんなに食べられたんですね。すごいですね。はい、はいまだ特別な食べ方がありまして、三上カレー特製の大根の漬物とキャベツの漬物を、はい、あとニンニクとネギを混ぜて食べてください。はい、それが三上カレーの美味しい特別な食べ方になります。これをこう入れて、はいではい、混ぜて食べてください。でカレーとご飯と一緒に、はい、そうです。ここにあるニンニクとネギ、はい、また味が変わってとっても美味しいです。うん、なんかなんていうんですか、別のニンニクのまた辛さも加わって、はい、またちょっとピリッとして、はい、美味しいですね。例えばその甘口と辛口はどっちが人気があるんですか。辛口の方が人気がありますね。やっぱり台湾の人辛いのは好きですかね。そうですね。うん、10分あるんですけど、頑張ってください。はい。うまそう。あんだけ写真が貼ってあっても絶対、失敗した人もいるから、まあね、僕は今日失敗しても、まあ、別にそれは恥ずかしいことじゃないってことで。そうですよね。失敗した人も結構いますか。そうですね。大体は失敗します。あ、そうなんですね。はい、じゃあ本当にあそこに貼ってあって100人の人は、はい、自分のすごい人ですよね。お疲れ様でーす。お疲れ様です。なんか食べれなくってやっぱりお金も払わなきゃいけない、ちょっとなんかすごい悔しいですよね。次はお腹をいっぱい空かせてまたチャレンジしてください。はい、すいません、はい、あのお財布をちょっと忘れてきちゃってお金を持ってないんですけど、はい、どうしたらいいですか。ちょっとあの片付けっていうかお手伝いしてもらって。あ、はい、じゃあアルバイトさせていただきます。はい、すいません。じゃあ自分で片付けます。はい。台湾と日本、ちょっとした違い。今日は箸の使い方。台湾では便利さの上から箸をこのように縦に置きます。
だけど日本ではこのように平行横に置きますね。というのも、武士の時代から尖ったものを、人に向けるのは失礼だということと、あとは全てのものに神様が宿る、で、まあ、この食べ物にも神様が宿るということで、まあ、境界線を引いてこのいただきます、一言をかけてからその境界線を乗り越えてという感謝の気持ちを込めて、まあ、横に置いているわけなんですけども、こういったちょっとした違いが台湾の生活の中で発見されます。皆さん気づいてましたか？日本の食文化で欠かせないのが海鮮。四方を海に囲まれた日本は豊富な海の幸が山ほどあります。それは台湾も同じこと。でも台湾は海の幸だけではなく山の幸を一緒に盛り付けた豪華三段大陸料理があるそうです。中にはカニ、アワビなどなど豪華食材がいっぱいです。痛風の痛みも忘れさせるくらい癖になるこの料理、見逃したら絶対損ですよ。ちょっとこれ本当にプリ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 して、本当に口の中にいつまでもいつまでもの感触が残ってますね。すごい身も甘いし、本当にこれエビなのかなっていう、そういう歯応えが、なんかちょっと本当に肉肉っていう感じの歯応えがあります。プリプリで新鮮、最高。大きい、すごい。山荘にあふれんばかりのシーフードの盛り合わせ、痛風になっても後悔しません。見てください、こんなたくさんの海鮮シーフード、びっくりしますよね。まだそれに動いてるんですよ。で、これが、ムール貝で、これは何ですか？あ、これハマグリだよ。ウスハ、まあ、これも貝の一種なんですけども、それに、これがタイエビですね。それにロブスター、ここには2種類カニがいるんですけど、これは何ていうカニですか？これは花ガニ、こっちはジャノメガザル、主に蒸し料理にします。それに見てください、まだまだ、お、見てください、これお、すごいヒゲも綺麗で、まだまだ動いてるんですよ。すごい新鮮、色も綺麗だし、本当になんかこう言ったら悪いんですけど、美味しそうですよね。じゃあなんで初めにその豪華大陸盛り合わせを作ろうと思ったんですか？以前友達のかみさんの誕生日に旦那が海鮮料理を食べさせたいと言って私に頼んできたので、ちょっと豪華な海鮮料理を用意したんですよ。そうなんですね。まあそこから始まってここまで大きくなったってすごいことなんですけど、じゃあ早速中で見せていただいてもいいですか？それじゃあ中に入りましょう。はい、今厨房の中に入ってきました。見てください、こんなにたくさんの料理、みんなで分担して、各々の仕事をしていますが、まずはここからカニですね。ここには、茹で上がったロブスターがあります。じゃあこれをどういうふうに処理するか教えてください。これを、はい、うわ、見てください、このプリプリ、はい、これを広げて、はい、横から切り込みを、もう本当に殻がもうね硬いし、身もしっかり入ってるんで、すごい簡単じゃないですよ。あともう熟練の、全然熱くないですか？大丈夫。やっぱりね、もう普段から慣れてると全然手つきもなんか手際も違いますよね。全然
結構ね、あの殻も硬いし身もしっかり詰まってるんで、本当にこれ簡単じゃないですよ。これ本当にプリプリ、こんなに大きな身が詰まってますよ。本当ね、つまみ食いしようと思ったんですけど、まだこの中に残ってるんで、ここからちょっと出していただきます、うん、全然臭みがなくて、すごいプリ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 したカニ肉で、本当に、うん、新鮮な匂いがします。甘いですよ、甘い。じゃあ次に行ってみましょう。はい、ここで盛り付けをしてるんですけども、こんなに大きいのが12個もありますね。お昼時でこんなに。で、しかもこの大きな器の上にこんなにたくさんキャベツが乗ってる、キャベツの千切りが乗ってるんですけども、すいません、これこんなにキャベツがどの全部でどのぐらい使うんですか？キャベツの千切りは1日に40キロぐらいだね。1日に40キロ、40キロのキャベツですよ。40キロ、全然見当がつかない量ですけども、それでしかも見てください、この上にはシーフードの他にも鶏肉、あとはチャーシューとか、あ、本当に海の幸に山の幸が本当にてんこ盛りになるそうですけども、で次は何を盛り付けますか？これはイカです。イカですね、イカ。もうこれ盛り付ける場所もちゃんと決まってるんですか？位置は決まってるよ。なんかすごい、綺麗に盛り付けてあるんですけども、やっぱここはこだわりがあって。そう、食べ物と食べ物の間に大きな隙間ができないようにできるだけ近づける。そうすると食材が一層豊富に見えるからね。見てください、このキャベツの量なんですけども、本当に見た感じ無造作に置いてあるのかなと思うんですけど、こういうところちゃんと溝が掘ってあったりとか、ちょっと高くしてあったりとか、料理の置く位置をもう計算されてキャベツもちゃんと置かれてます。はい、次はじゃあ何を乗っけるんでしょうか？じゃあ僕にも盛り付けを手伝わさせてもらってもいいですか？いいですよ。じゃあ次は何を置きますか？次はタイシュリンプ。はい、次にはこのタイシュリンプを盛り付けたいと思います。お願いします。タイシュリンプはここに盛り付けます。このエビはもうここっていう固定の位置があるそうです。先に2匹、それから3匹。あー、ちゃんと盛り付けにも数のこだわりがあって。そうそう、さらに3匹、はい、同じように並べます。それから全部5匹5匹。そう、これで満杯。もうちゃんと尻尾を下にして、はい、これで大丈夫ですか？続いてここ、そばの隙間を埋める。この空いてる空間にもいっぱい並べられるように、はい、じゃあこれで大丈夫ですか？よくできたよ。ありがとうございます。本当に今日はもう忙しいんです。この12個の料理を、12皿の料理を1時間の間に仕上げないといけないので、今日はちょっと僕も手伝わさせてもらいます。今日はソースの係を、
もう本当にあの低い位置で作業しないといけないから、結構、ね、みんな体をね大切にしてもらわないと。はい、終わりました。検索したの。その後友達からもすごく美味しいって紹介されたんです。今日は皆さん女性ですけども、これ食べきれますか？頑張ります。だってこんなに豪勢な料理ですから。今日は一番楽しみにしてた料理は何ですか？そうね、ロブスターね。ロブスターバー。そうですね、はい、じゃあごゆっくりどうぞ。はい、待ちに待った痛風盛り合わせです。見てください、これさっきの伊勢エビですね。あとは他にもカニ、それにアワビなどなど、鶏肉などなど、本当に海の幸、山の幸、てんこ盛りです。と聞いたところによると、これ刺身なんですけども、あの半分だけ刺身にしてあって、半分はまだ肉は残ってるんですね。というのも、後でこれ刺身を食べ終わったら、あのもうまた厨房に持って帰って、これを蒸してまた違う料理にしてくれるそうなんです。それの、あのあとその他にも、鶏のスープがあったり、まだまだこれだけじゃないんで、皆さん本当に1時間も2時間も食べ続けられる料理だと思います。それで今日僕一人では食べきれないので、ちょっと皆さんに ご協力をしていただいて、よろしくお願いします。痛風料理って言うけど、痛風になるかどうか食べてみなきゃわからないよ。この人は本当に海鮮料理が好きなんですよ。ではいただきましょう。じゃあ今日はみんなで一緒に痛風になりましょう。いただきます中でもうとろけるような刺身です。しっかりとした歯応えなのに、本当に噛んでいくと口の中に肉が広がっていく、魚の肉が広がっていくような感じです。じゃあロブスターいただきます。さっき厨房では頭の方の残った身しか食べなかったので、ちょっとこれ本当にプリ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 して、本当に口の中にいつまでもその感触が残ってますね。すごい身も甘いし、本当にこれエビなのかなっていう、そういう歯応えが、なんかちょっと本当に肉っていう感じの歯応えがあります。どうですか？どうですか？プリプリで新鮮最高。おお、大きい、すごい。おいしいね。もう本当に見た感じも、もうこんなに大きいかったし、本当にもう箸で揚げただけでもプリ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 感がすごい伝わってきますね。じゃあ僕も一ついただきます。本当に口の中に海のスープが広がるようで、全然臭みもないですよ。じゃあこの先ほどご紹介していただいた台湾の北側の方の海岸にだけ取れるカニですけども、いただいてます。すごい小さいカニだったから身があるのかなと思ったんですけど、
中にすごい身がぎっしり詰まっていて、本当にカニの甘さが口の中に広がります。日本と台湾、ちょっとした違い、食事の習慣。日本では食事をした際に食べきれなかったものをあまり家に持って帰る習慣はありません。それは食中毒を心配されたり、味や品質の変化が心配されるからです。ただ台湾では料理の数や料理の量が足りないとちょっと恥ずかしいので、多めにいつも多めに頼みます。なのでそれを無駄にしないためにも家に持って帰る習慣をついています。皆さん知ってましたか？